会員聖書の五色部分会員聖書の表紙会員聖書とは1631年にイギリスロンドンのロイヤルプリンターズのロバート・バーカーとマーティン・ルーカスが近帝役聖書の重版を意図して出版した聖書である。この名前は組版の段階で、モーセの重回の何時勘院するなかれという節のノットが抜け何時勘院すべしと誤植してしまったことに由来する。 この誤りは多くの副社となって広まった。数年後、簡易聖書の出版社は、聖室長に呼び出され、300ポンドの罰金を課せられ、出版業免許を取り消された。この版の聖書が、このような言語道断の間違いを含んでいることを知った、チャールズ一世とカンタベリー大主教、ジョージ・アボットは激怒した。出版された、官員聖書の大部分は、回収されて噴書されたが、 少数は今日も現存し、収集家からは高い価値のあるものと考えられている。そのうちの一つはニューヨーク公共図書館が収蔵し、またヒューストンのダナ無聖書博物館でも見られる。一つはロンドンの大英図書館が所有し、2009年9月まで無料で展示していた。近定約聖書の400周年を記念して、 ケンブリッジ大学図書館でも2011年6月18日まで公開していた。歴史的にノットの欠落はありがちな誤植とされている。例えば AP 通信のスタイルガイドでは2004年までこの誤りを防ぐために無罪を表すのにノットギルティの代わりにイノセントを用いることを推奨していた。聖書では否定時の欠落で意味が完全に反転する種類の 誤色が突出して多いと見られる。一方で、当時重い借金を背負っていた、競合印刷業者の協力者が、ロバート・バーカーとマーティン・ルーカスから、聖書の独占印刷権を奪うため、簡員聖書に意図的に誤色を混入させたのではないか、と疑う学者もいる。2010年、簡員聖書がオンライン販売に出され、89,500アメリカ、合衆国ドルの値が付けられた。 ありがとうございます。